こちらはインターホン、テレビドアホンとなりまして、玄関側の子機と会話ができる便利なインターホンとなります。チャイムはこの機械のスピーカーから鳴りますが、リビングに設置されているので他の場所にいるとチャイムの音が聞こえません。特に2階では全く気がつかない状況。宅配などでも迷惑をかけてしまうことがあります。どうにかならないかと思いまして、今回は激安で対策してみたいと思います。高級なものに交換すれば2階に設置できるものもあるし、 Wi-Fi で移動できるコキみたいなタイプもありますが、ボンビーの私はこの既存のインターホンを使って対策していきたいと思います。今回購入したものはこちらとなりまして、 iPhone の呼び出し音増設スピーカー IER-2 で991円、こちらを取り付けていきますが、今回取り付ける機種が iPhone となりますが、パナソニック等でも同じようなものが出ていますのでご参考になるかと思います。あとね、ケーブルの方を用意しました。チャイム用コードで 10m 297円です。では準備はこんな感じで取り付けの方ね、開始したいと思います。まずこのタイプは上にスライドさせれば取り外せます。本体裏側には線がつながっていますので、無理に引いたりすると外れるので注意が必要ですね。こちらはね、電源ケーブル 100V のケーブルとなりますので、取り扱う場合は死角が必要となります。こちらが玄関側に通っているケーブルで、多分ね 24V、 死角の方ね不要となります。で、今回使用するのはこのポート、この部分に増設スピーカーを取り付けます。きれいにつけたいので、この穴から線を出してつなげる予定。何も気にしなければむき出しで線を出しても音は鳴りますね。こちらね、1階の天井裏となりますが、入れる場合はボードに乗らないように線を通せばいいのですが、うちは少し狭いので上から線を落としてなんとかね拾いたいと思います。こちら2階部分ですが、この辺に線をつけたいので少し幅木をめくって穴を開けて線を落としました。距離があると難しいですが、今回は割と近いので大丈夫そうです。取り付ける場所の条件によって考えてみるといいと思います。リビングの本体側はこの先 1.2m の場所となります。近ければこの場所から紐などを落としてもいいし、難しい場合には本体部分の穴からスケールなどを入れるのもねいいかもしれません。線が通ったので線をつなげて、固定する前に動作確認してみたいと思います。ボリュームの方はね最大ですね。はい、こんな感じです。大丈夫そうなので固定します。コークスクリューのビスをそのままねじ込みます。石膏ボードなので弱いですが触らないので大丈夫でしょう。石膏ボードに完全に固定したい場合にはボードアンカーをね使用してください。適当に幅木を戻して、一応組でね固定しておきます。狙わなくしたい場合には隠し釘を使うとねいいと思います。釘を入れた後に頭を飛ばすタイプ。ちょっとした隙間はコーキング剤でごまかします。水性のコーキング剤は簡単に拭き取れるので扱いはね簡単ですね。指で鳴らしても大丈夫です。はい、こんな感じで取り付け工事完了です。見た目の方は何も変わりはなくついています。埋め込みで線を通すのが比較的困難だとは思いますが、やはり見た目は良くなるのであらかじめいろいろと確認してみるといいと思います。線が見えてしまうので低い位置につけましたが、見た目は悪くなく機能も十分ですね。コキとかモニターとか余計な機能は私には不要ですね。音もかなり大きくなるので、2階のどこにいても確実に聞き取れる音量、バッチリですね。これで運送屋さんに迷惑をかけることもなくなります。備え付けのインターホンを使っている方は同じような環境で困っている方もいると思うので、ご参考にしていただければと思います。こんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。